がい者の勇者の力ではそれが限界のようだな。やはり本物の勇者の力でなければ奈落の門の封印は破れないということか。まあよい、ちょうど町人が来てくれたようだからな。よくぞ参られた勇者よ。余は大魔王マデサゴーラ、魔族の王にして創世の女神への挑戦者。そなたにはぜひ我が世界創造のための協力者となってもらいたかったのだ。さあ共に手を携え奇跡を成就させようぞ。何を言っているの？私はあなたを倒すためにここまで来たのよ。やはり理解してはもらえるか。勇者といえど所詮は神の作った道具、芸術を介する心は持ち得ぬということだな。それならそれでよい。道具に理解を求めても無意味なことよ。世はただより優れた道具を求めるのみだ。さあまがい者の勇者トーマよ、そなたの妹が世に協力してくれるようにそなたからも説得してやってくれ。アンルシア、ここまで来るとは強くなったのだな。さすがは真の勇者だ。だがお前がいくら強くなったところで大魔王マデサゴーラ様を敵に回して勝てる可能性など万に一つもない。それよりお前も大魔王様のもとへ来い。我々が争うことなど何もない。また兄弟ともに助け合っていこう。それはできません、トーマ兄様。私には守るべきものがあるのです。それに私は勇者だから。勇者として大魔王はここで倒します。ならばお前は私の敵だ。我が主のためにお前を倒し主の意に従わせてみせよう。兄弟が争う姿を見ることになろうとは嘆かわしい限りよな。だがこれも偉大なる創造のため。トーマよ、世の道具として最後の役割を果たすがよい。たとえトーマ兄様が相手でも私は引くわけにはいかない。みんな力を貸して。愚かな妹とその盟友よ、我が主の糧となれ。
愚かなる妹よ。諦めて我が主大魔王マデサゴーラ様に屈服するがよい。みんな、私たちはこの戦いに負けるわけにはいかないわ。だから私に力を貸して。愚かな妹とその盟友よ、我が主の糧となれ。Yeah, come on.